仏教で人生はもっと面白い。はい、皆さんこんにちは。藤田一生仏教で人生はもっと面白い。今回も藤田一生さんとソマティック禅ワークを一緒に開催する田中千佐子先生のインタビューをお届けいたします。前回からの続きですので、前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。ではどうぞ。なんていうかな、サポートする筋肉は体を、うん、の芯をサポ 体軸をサポートする筋肉はしっかりしてて、さらにやる筋肉も自由にできるようになる。だからサポートする本当に真ん中の体軸のサポートする筋肉があんまりうまいこといかないで外側だけ使う、うん、なんて外側の筋肉だけが大きくなっちゃう。そうすると怪我もしやすくなる、柔軟性もなくなる、というようなことで、本来もっとできるはずのものがその中のこう柳の、木の枝みたいにこう柔らかくてしなやかであって外側の筋肉もしっかりしていれば、はい、と今まで怪我も少なくなるだろうし、はい、やれる範囲も広くなると思うんですね。それはそうですよね。だから中が結構コアの筋肉っていうふうにいっぱい 今言われてるけれども、はい、やっぱり持ってるこうある意味で反射的な動きも含めて、もう本当に頭と首の間のもうど真ん中にあるちっちゃな筋肉のようなところも、研ぎ澄ましていけることを追求してる。それは難しくないんですよね。はいはい、全然難しくなくて、やっぱり最初にそのたま、なんていうの、そういう進化の過程を追っていくと、そのようにできてきてるんです。人間の、背骨とか体軸とか。言うなら最初は手足じゃないじゃないですか。はい、はい、はい。手足は後でついてくるわけ。はい。まあそうですね。ほんで、魚なんか思ったいいですか、魚の話をして。どうぞ。はい、魚なんか見てちょっとサンマをこうやって開いて食べるとき開いたらサンマの骨は頭からまっすぐ尾っぽまでまっすぐなんですよね。はいはい。ほんで上の方に肋骨があって下の方に、はい、内臓があるわけじゃないですか。そうすると、はい、背骨はまずまっすぐなんですよね、真ん中から。でそのまっすぐなるがせいぜい左右に動くぐらいじゃないですか、背骨ね。はい。まあそうですね。そうすると、そういうふうに左右に最初に動く筋力がつけていくわけですよね。で、その時に手足なんかいらないわけだから。で、そこからだんだんこう、順に追っていくと、その動きの、に追っていくと、体の軸の動き、大きな動きじゃなくって、本当にやっぱり、ただそんなにいっぱい動くわけではないんだけれども、その動きの幅がすごく、動きが出てくる。大体みんな背骨って言ったら動かない。硬い。しっかりしてる。なんていうか、動かないもの、支えるものってからと思ってる。確かに。動かない。はい、はい。でも背骨は動く。うん。どんなにして動くんだろうか。っていうこと。探求したときに、その中が一番大事なところが動いていけば、必ず外も一緒に大きく動いてくれる。と思うんですが、答えになってるでしょうか。いや、まあ、最終的にはやってみないと分かんないと思うんですけど、はい。でも、かなりイメージとしては、ね。そうですね。僕らは実は前に先生と一緒にやったワークで、はい。
何でしょう、人がこう前後にこうずっと連なって電車みたいになって、でそれでこう何十人かで、20何人でしたっけ、20何人ぐらいいましたよね、30人近くでこうざーっとこう一列につながって、で自分たち全体がその背骨だよっていう、そうですね、うん、こうイメージワークというか、あれ面白かったですよね、なんかああいうことするとこう、ああ確かに背骨ってこう割とこう思ってるよりこう自在にぐにゃぐにゃ動いてて、でこっちが動くとそっちが動くとかこっちが突っかかると後ろの方までこう衝撃がいくみたいなことよく分かりましたね、うん、面白いですね、あんなのはね、すごくね、うん、背骨って一見動かないように思ってすっごく動ったけど大胆に動くわけではない、はいはい、指が動くような動きはするわけじゃないんだけど、限定はあるんだけれども、だけどその中の一定の限定された範囲の中で、いかになんていうの、動けるかっていうかな、で限定枠があってもその中でどんな風な動きが私たちには可能になるだろうかっていうことを探っていくだろうと思うんですよね。だから一つの枠の中で私は何もできませんよっていうわけじゃなくって、その枠の中にあっても私たちはどんな風な自由な動きが可能になるかっていうことを探っていくんですね。で周りの手足とかなんかはもっと自由にできてるわけだから、関節とかなんかも本当に動ける関節なので、その軸になる体軸になるものが一つの動きの制約があったとしても、しかしその制約をなんていうの自由に本当に痛めないで、どこまで追求できるんだろうかっていうことを聞きたいんですよね。でそうすると今まで動かしたことのがない、こんな風にも動くのかいっていうようなことをちょっとやってみたいなと、するとあこんな風にも動けんだとか、もうそもそももっともっと自分の体は動けるはずだし、動けるようにももちろんできるし、それをやれば例えばまあ、ヨガにせよスポーツにせよ、まあ、もっともっとこう楽しく楽に、そうですね、そこであと筋トレでもすればいいんだけれども、ああその後でってことですね、それをそういう動きが分かった上で筋トレをすればもっと違った筋トレになるかもしれない、そうですね、とかヨガのアーサナのポーズでも全然違った動きになるかもしれない、はいはいはい、うん、逆にそこを知らないでアーサナとか例えばスポーツ筋トレとかやったらなんかむしろ体にストレスっていうか負担をかけちゃうような気がしますけど、そうなんでしょう、負担はかかるし、なんていうかここまでやらなくちゃというふうな気持ちがあったとするとそこまで強引にやっちゃうじゃないですか、例えばヨガで一番あれなのは開脚なんかすると、あみんなあんなヨガの先生とかなんかすごいインストラクターになったら開脚全部やらなくちゃとか、はいはいはい、そうするとなんかバキッとね、あれなんていうかなちょっと開きすぎちゃって、うちもものところを痛めたりとか、よく頭立ちっていうかなんかあるじゃないですか、ああいうのもやっぱり緑内障自分の持っている例えば病気とか、やっぱりどこの背骨のどこで頭のどこでつくかということによって首を痛めたりする場合だってあるので、なんていうか背骨がどういうふうになってるのかっていうことをやれば本当に楽に難しく考えできる人だったら本当にスイッとできそうな感じですね、痛めると思うんですよね、なんか形を見ちゃうじゃないですか、すごく出来上がった形とか、ね、開脚したらなんかまっすぐシャッとね、180度開いて、
ったら綺麗だろうなと思うけども、それやる過程でバキッなんつってねいや、なんか勝手にあれを目標にしなきゃいけないみたいな雰囲気ありますよね。例えばヨガとかだったら、あります。いや体硬いんで私とかってよく言う女の方もいらっしゃいますけど、あれなんかでもちょっとね、座り方なんかが座骨で座ってなくって、はい、座骨の後ろぐらいで座って前後、前後じゃない、開脚すると開脚ができないんですよね、はい、やっぱり、背骨がちゃんと立てるような座り方とか、うん、で開脚して、股関節から曲げていくわけなんだけれども、股関節曲がらないところから曲げてみたりとかね、はい、腰あたりからとか曲げてみたら曲がらないわけだけれど、うん、曲がるところがあるかね、なんていうの、こう背骨は曲がるところではないとかって変な言う、支えるものって、ね、だから曲げるところは別にあるわけで、体に、うん、で背中から曲げたら曲がらないと、とかね。やっぱり背骨ってのは自分の体をサポート、体軸っていうのはサポートするところであって、はい、そこで初めて四肢っていうか手足が自由に動くわけであって、うん、というところ、あと呼吸とかも含めて全部できると思うんだけれども、うん、やっぱりそういうところを、体軸をやっぱり体軸も動くということをしながら、体軸をなんていうかな、体感するっていうかな、身体感覚としてつかむっていうこと、で、曲げていいところと曲げちゃいけないところとか、やっぱりそれも自分の身体感覚でつかんでいくっていう、やっちゃいけないことをやっちゃわないとか。はい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 。それって例えば、ちょっと言葉が悪いかもしれませんけど、はい、要は年齢によって体がこう動かなくなってくるとか、まあ、いろんなところが痛くなってくるとか、はい、そういう、何したらいいかな、そういう、まあ、加齢とともに、はい、まあ、体の使い方っていうか、体の動きが悪くなってくるのにも、はい、逆に、なんか使える気がしますよね。もっとうまく使えば、もっともっと体動くはずなのにっていうところが動けるようになれば。あ、もちろんすごい、すごいですね。そうですよね。そう、え、違います、なんか。そうですよ、赤ちゃんがペタってつくのと、いくら年齢がいてつかないときはあるじゃないですか、ね、はいはいはい、はい、赤ちゃんなんかすごくついたいとか、はい、すごく股関節の靭帯とかなんかもすごく柔らかいので、うん、けれどもやっぱり何十年という重力の下で生きてるわけだから、はい、やっぱり少し縮んでくるだろうし、あと循環とか、うん、やっぱりそういうのも悪くなってくるのは仕方がないことだけれども、うん、その中で自分がどこまでできて、どこまでこれ以上やっちゃい、その時ですよ、その時はこれ以上やっちゃいけないっていうかな、今日はここまでとかね、そういうところの見極めも、やっぱりすごく身体感覚から出ると思うんですよね、自分で分かるってことですよね、自分で分かる、と思います。分かりました。じゃあ今回のインタビューは、まあ、とりあえずここまでで、はい、はい、一旦また終わりたいと思いますが、はい、もし、まあ、今日じゃなくてもいいんですけれども、はい、またもしお時間あれば、いや実際に今度そのやる、さっきちょっと話には出ましたけども、はい、まあ、進化論的ボディーワーク、はい、エボリューショナリーソマティックワークっていうものの、はい、まあ、もうちょっとどんなことやるんだよっていうことを、まあ、また簡単にちょっとお話聞かせてもらえれば、はい、もちろんですと思いますので、はい、またマッコリを飲んでお話をいただければと思いますけどはい、わかりました。ありがとうございました。はい、忙しいところ本当にありがとうございました。またじゃあ機会を作っていただいて、また、はい、
お願いしたいと思います。本当に今日はありがとうございました。はい、先生本当にありがとうございました。はい、失礼します。この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。